なんかお医者の話とか聞きたいの。え、聞きたいっすか。え、それこそさ、え、ちょ、聞いていい、聞いていい、聞いていい。え、こん中にさ、二次三次会いたいとか思ってる人いんの。ガキみたい聞き方。え、みんなさ、みんなさ、あの、二次三次会いたいとか思ってんの。高見と、別に高見の見物とかそのマウント取りじゃないから全然これは。二三次さん自体はもう数年前から俺は知ってて、ずっと見てたから、いろんな人ね、それこそ今の先輩方見てたから、でその時は本当に多分入りたいっていう動機は一切なかったかな。テレビと一緒な感じで、そのまあスターと言うたらあれですけど、まあ面白おかしいことを喋って盛り上がってね、視聴者さんが笑ってっていう姿を見てて、あーえなーみたいな、ね、面白そうやなーって思ってただけやから、結構その時は見る線的な考えやったかな。オーディションの話ね、まあ一つアドバイスって言ったらすっげーあれやけど、なんか自信持っていったらええんちゃうって思いますけどね。もう俺はもう応募するってなった時点で基本的に落ちる可能性は考えてなくて、まあそれこそなんかもうさ、ここまで俺の配信見てる人やったらわかるやん、あの恋愛遍歴やとかさ、友達の作り方、恋人の作り方見てたらわかるやん。もう基本俺自信過剰な人生やから、実際その能力が満たってる満たってない関係なく基本的に自信満々やったから、何回応募した1回やね。うん、だから受かるっていう可能性しか頭に入れない状態で行って、面接とかでもずっとその姿勢やった。社会人としてとか人間として当たり前やけど、運営さんはね偉い人やから、その尊敬の念を全力で込めてはいたけど、もう内心ではまあ受かるやろなーみたいな思いながらずっとその対応してたかな。自信満々感みたいなものを、全身からこう溢れ出てたものをこう買ってくれた感はあるのかなと思ってますよ。送った動画で言うたら、お前、俺こんなんもできますよ、イラスト描きますよ、動画作りますよ、歌歌いますよみたいな、そんな動画でした。もうできることをうわー書いて、小ネタパートみたいなのも作って、こんなんできますよ、コメディアンやってますよ、おもろいですよ言うてバン出して終わり。あ、よし受かったと思ってその日は寝ました。まあ当たり前やけど、その結果来るまでにその時間かかるやん。だからもうずっと寝てたね。うん、はい、怖いかなと思って、あの RPG で寝ることによって日付スキップする感覚で俺寝てたね。うん、どうせコメディアンの仕事も入らへんし、もう寝てたんすと結果来るまで寝るわーと思いながらちょっと寝てました。言い方が小学生が、先生聞いてってするやつですよ。